つからなんですか代表に入ったの。代表に入ったんですか。いくつの時。高校生の時ですかね。高校から日の丸を背負って、はい、A 代表とは別にほらなんかあるじゃないですか。アンダーなんとかの場合っていうのは、うん、では高校生ぐらいから入ってます。もうずっと自分がなるっていう信じたんですか。いや全然考えてないですよ。イメージとかいつから湧いたんですか。代表選手になるとか。多分ベレーザに入ってからです。入ってから、え、知って、そういうのがあるっていう。え、それまで知らなかったの。全然知らないですよ、本当に。なんかやだよ、こういうの。やっぱ知らないなんか適当なんですって。そうだよね。高校生の時 A 代表に入ったんですって。いや、A 代表に入ったのはちょっと忘れちゃったんですけど、うん、なんかだんだんムカついてきた。忘れちゃったんですよ、本当に。なんかすごい羨ましいんですけど。ないです。私だったら多分日付と時間まで全部覚えてるもんよ。電話かかってきた時間。そっか、はい、それで自分が実際例えば練習着とか日の丸を背負った時ってやっぱ嬉しいですよね。ああ、やっぱそうなんだ。だって国を背負って戦うんでしょ。うで、入りたくても入れない場所ですからね。いや、ほんとですよ。入りたいって言って手を挙げて入れることじゃないんで。それだったら私じゃんじゃん手を挙げて入れてくださいって言うんですよね。そっか、待っていました。ここからはオフの話をしたいと思います。練習も試合も仕事も何もない日、オフの日は、はい、デートとか、うん、まあそれで遊び行ったりも遊び行ったりもしますし、なんか聞いてね、こうなんでちょっとぼやかしちゃったんですか。もちろん、うん、そういうお肌にケアしに絶対ヒサロ。あ、音楽とか、あ、聞きます聞きます。え、何聞いてんの試合前とか。何聞いてんの試合前は。うるさい曲聞いてます。ガチャガチャ系。ガチャガチャ系聞いてますよ。どういう感じ。カルッツァ聞いてる。カルッツァも CD だし、でも多分試合前でガチャガチャ系だからね。いや、私は送って何十枚も送ってベレーザみんなで聞いてください。はい、聞きます、はい、これ聞かないと私ってバカ。この質問をしないといけないですね。好みの理想の男性っていう好みのタイプは。そうですね、結構適当タイプ。え、見た目は、見た目とかは。いや、あんまり外見関係ないです。わたわた。え、自分よりなんか背が高いとかマッチョとか。いや、あんまりマッチョ好きじゃない。え、ガリガリだったらどうする。自分よりお姫様抱っこ、こいつもできないよ。いや、みたいな。ガリガリもちょっと無理ですけど。あ、ダメ。え、顔はさっぱりとか濃いとか、うん、絶対話してるでしょ、女同士なんだから。いや、絶対にあんまり細かいとこいかないですね。外見いかないですよ。性格で見るタイプ。え、そうですよね。性格なんですよ。違う、私も最近すごく思うんですよ。やっぱね、性格違う、性格が良くないと長い間はこう続かないんだろうなって思うから。顔なんていいんですよ、いくらでも変わる。なんかやっぱ何かに、え、顔いくらでもない、いくらでも変わっちゃうからみたいな。変わるじゃないから。年取ったらみんな同じ顔になると思うんですね。サッカー選手とかスポーツ選手。サッカー選手は、うん、うちあのベルディの選手、平本選手好きなんですよ。平本選手知ってます。あ、勉強不足。ちょっとどうなんですか。これちょっとやばいですね。今ね、多分ベルディファンからクレームが。クレーム来ますよ。ベガルタ仙台放送で仕事をしてるんですけど。エースですからね。ベガルタ仙台だったら聞いてください。ベガルタ分からない。え、ちょっと待って、バンダイ分かんないよ。勉強不足じゃない。いや勝てないね。今回ゲストどっちですか。チェス。こっちなんですね。気をつけてくださいね。ねえ、なんで私よりトークができるのかすごく嫌なんですけど。続いてもう切り替えてね。緊張切り替えて、切り替えて。本当次進みたくないんですけど、はい、ちょっと本当に生意気ながらも気持ちで負けたくないので1対1を挑みたいかと。しょうがないですね。本当に嫌だ。まあいいっすよ。はい、まあ、これで、まあ本当その頑張り次第で本当にまあ試合しましょうよ。カレッツ対ベレーザ。はい。どうですか。お願いします。一対一お願いします。お願いします。お願いします。お腹が痛くなりそう。メンタル超弱いから。でもやっぱ上手い選手とやるのはすごい楽しいんで、で二度とある機会ではないと思うので、頑張りたいと思います。ただ股抜きだけされないといいな。らしいですよね。らしいですよね。よし、それはもう叩いとかないとダメです。おお
ちょっと楽しかった。こんなになるつもりなかったですよ。いやー、1対1二度と見れない1対1だと思いますが、本当にもういいです。どうせ負けたけど気持ちですよね。気持ちです。いつでも気持ちなので。焦りました、こっちは。え、嬉しい。逆に嬉しい。必死でしたから。でも多分全然本気を出してもらえなかったので、また次回会ったら絶対本気を出してもらい、私もちゃんとスパイクを履いてね。そしてこんなに汚くなっちゃうくらい2人とも頑張ったんですけど、本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、もうね、オリンピックとワールドカップももうすぐですよね。もう長い長い長いです。もう遠征続きですか。はい、合宿ばっかりですね。そんな辛い時は、カレッツァの小島くるみとのインタビューと1対1で危険な目にさらされたっていうことを思い出して、で大会に臨めば、でその後ちょっと歯磨いてね、それで入れば絶対いい結果が出ると思うので頑張ってください。そして見てる方に一言、はい、意気込みと、はい、もろもろお願いします。はい、女子サッカーも、どんどん有名になっていって、皆さんの力が、必要です。皆さんの一つ一つの応援が、私たちも、頑張らせてくれるので、ぜひ、グラウンドの方に応援に来てください。よろしくお願いします。そしてワールドカップとオリンピックへの意気込みなども頑張ります。さすが。もうね、多分ね、大野選手って言えばもうその一言で尽きるんだと。もうね、それで全部が伝わるので、ね、今日本当にありがとうございます。私もパワーをもらいました。ありがとうございました。皆さん、1回目のフットボールグローストークはいかがだったでしょうか。来月も私たち芸能人女子フットサルの選手がなでしこジャパンの選手にあんなことやこんなことを聞きますので、お楽しみに。